ジャッカルです。この間ね、ブラックコーヒーに合うパイプが何がうまいかっていうので、僕はオーリックのゴールデン、ゴールデンスライスと、サミュエル・ガーウィズのフルバージニアをこうサンドイッチしたやつがいいとデビューしたんですけれど、でコメント欄ね、これがうまいと、ラットレーのマーリンフレイクですね、これがね、バージニアフレイクの、王者とかフレイクの王様とか言われてますね。でこれね見たんですけど、中が綺麗な長方形のフレイクで、枚数がね、まあ、綺麗なもう整った形なんで数えたら13枚ありました。でどうやってやるかというと、まあほぐしてやるやり方もあるけど、折りたたんでやってみました、うん、折りたたみなかなかいいなと、最近ちょっと折りたたみがなんかいいなという感じです。で、もちろんブラックコーヒーとも合わせましたし、まあ、スコッチともいい感じで、まあもうまあ最高峰の一つじゃないかなと思うんですけど、まあいかんせんちょっと高め、 50g 2450円なんでね、それで13枚だから、13杯、まあ1枚大体2時間ぐらい持つからいいんですよね、うん、まあそれにしてもエアコンなしではきつい季節ですね。